アップルキーボードは最初にアップルーシリーズ用に次にマッキントッシュシリーズ用にアップルがデザインしたキーボードであるアップルエクステンディットキーボードを含む数十のモデルがリリースされてきた現在アップルはブルートゥース接続モデルのキーボード3種類のみを提供しているマジックキーボードおよびマジックキーボード10キーキーパッド付けのシルバー または、スペースグレーのモデルがある。Mac Pro には特別な黒いキーで本体がシルバーのモデルが付属している。どちらも薄いアルミニウムシャーシとノート型パソコンに近い薄型キーをベースにしており、従来のキーボードよりも全体的に低い高さにデザインされている。Apple ロゴが付いた古いバージョンのコマンドキー古いバージョンのオプションキー就職キークラシック Mac OS や MacOS の機能を提供するため、Apple キーボードのレイアウトは、主に就職紙と特殊キーの点で、指揮タス IBM PC キーボードのレイアウトと多少異なる。これらのキーの一部には、ユニコードブロックその他の技術用記号にて定義された1位の記号がある。他のキーボードと異なる機能は、下記の通り。MacBook Pro15 インチまでの JIS キーボード特徴2003年の PowerBook G4 キーボードの6つのキー、マッキントッシュ向けキーボードは、Apple II で使用されているキーボードを連想させる。Apple の最初の製品である Apple i は、キーボードなしのネイキッド PCB として販売されて、いたが、一部のリセラーとユーザーは、自分のケースにキーボードを内蔵し、Apple は、そのようなリセラー少なくとも一つに協力した。Apple デスクトップバス Apple の古い、 ADB キーボードは NEXT やソニーのシステムなど他の ADB ベースのシステムと互換性がある。USB アダプターを使用する場合、Apple の新しい USB キーボードと同様に機能するが、そのようなセットアップを新しいバージョンの MacOS で使用すると問題発生の可能性がある。p o w e r m a c i n t o s h より後の機種では外部 ADB ポートは使用されなくなったが、 アップルは最終世代のパワーブックよび iBook までラップトップキーボードおよびトラックパッドの内部プロトコルとして ADB を使用していた。このため ADB ドライバーは MacOS 10 5まであるが MacOS 10 10.6にはない。これらのオペレーティングシステムでも USB アダプターで ADB デバイスを使用できる。アップルの USB キーボードは Windows PC と互換性があり、再マッピングすることができる。コマンドキーは、Windows キー、オプションキーは、ALT キー、ヘルプキーは、インサートキー、クリアーキーは、ナム、ロックキーとして機能する。古いオールホワイトモデルでは、ボリュームキーは、マッキントッシュと同じように機能し、イジェクトキーは機能しない。2007年8月に、リリースされた新しいモデルでは、音量、 明るさ、エクスポーズ、ダッシュボード、イジェクト、およびメディアコントロールは、Apple のブート、キャンプソフトウェアをインストールしないと機能しない。このソフトウェアを使用すると、音量、明るさ、イジェクト、およびメディアコントロールのボタンが正しく機能するようになる。イメージオブザキーボード、レイアウトオブエーフル、サイズドアルミニウムアップルキーボードアーカイブドオーガスト3、2012 アットザウェイバックマシンニュースリムライン iMac キーボードリビールドアーカイブドメイヨン2008アットザウェイバックマシンエレクトロニスタありがとうございます